譲渡会は札幌市動物愛護管理センターアイマル札幌のオープン1周年を記念して行われ、施設に収容されている猫だけではなく、札幌など4つの保護団体の猫も参加しました。その数は北海道最大規模となるおよそ100匹です。猫ちゃん見に来ました。どうですか猫ちゃん。かわいい。選べません、こんなかわいい子ばっかり。これはお子さん側ですか、猫。いえ、私です。そうこの譲渡会は午後3時で終了しましたが、アイマル札幌では飼い主を募集している猫や犬の情報をホームページで公表しています。